高松大輝のミスターチャンネル。こんにちは、高松大輝です。大分三好マイソナラの森下斗之です。声ちっちゃいけど何センチあるんですか？198でか、俺がちっちゃく見えるやろ。ちっちゃい、ね、初めて俺、久々にこうやって見上げるわ今、大食い企画、はい、参戦して3勝してるのよ。で、今日最大の大西選手、絶対食べるでしょ。いや、そんなことないです。食べてるよね、絶対もう見た目で判断したら悪いけど絶対食べるよね。一応マジで本当にバレーの試合ぐらい真剣に戦ってください。まあ、このだけサクッと勝つつもりなんで。おぉ、かりんとうぐらいでですね、大西選手だけかと思いきやゲストがね、またここ面白いスペシャルゲストがね、参加したいっていう人がいるので、ちょっと紹介したいと思います。どうぞなんか僕、子供まさかの大砲ラーメンの社長の中島さんが参加したいっていうことなんで、いいですか、参加して。あ、いや、上がりますよ。頑張り、頑張ら出るかな。タイムラーメンで、どのぐらい替え玉した人いるかっていうのをちょっとね、聞きたいですけどね。最高で9杯です。お店で、はい、お店 で, で。社長は自信あるんですか？ありますよ。ありますよ。ちょっと負けられないような、自分のお店でね。じゃあそれぞれ目標の替え玉数言ってください。3万。大丈夫です。まあ、頑張ります言いながらね、食べてくださいね。僕ですか？僕は3 3? いや、さっきめっちゃ食べてた自分でしたからね。3でも結構な量ですよ。いや、それそうですかね。クリスターは、いや、それはもう何杯でもいっちゃうよ。いや、せめて5杯いきたいね。お、うん、作戦もあるからね、俺作戦考えてきたから。準備簡単、お腹いっぱいだったら実行するわ。まあ、ちょっと対決していきたいと思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。反撃しましょう。替え玉で。もういいね、いいね。替え玉で。おー、
大西さん、表情に全然余裕がありますね。持ってるっすね。替え玉、ちょうだい。バリ高だね。やばい、汗尋常じゃない。結構もうお腹いっぱいなんじゃないの？どう？視聴者さんも残念がってるこの体格差でね。お玉お願いします。固めで、はい、体玉固めで、固めに。やばいやばい、どうしたんですか？ここに来て固めを要求しました。あ、全然しんどいな。そうっすね、なって腹にかけなるっすね。はい、玉固めです。はい。いやいや、ちょっと、もう一回前。あ、いいえ。どうしたどうしたの？替え玉頼んだよね。え、スープが出るかな。そういう優しさが来る。そうでしょ。置いてほしい。これお店の嫌がらせとかじゃなくて、いや、だいたいこう3杯以上食った人に必ず。あ、本当に、はい、普通に出すんですか？ミスター、まさかの宣言通り。あ、今ちょっと作戦考えたら食ったじゃん。無になる。無になる。今から無になるから。ゾーンに入る。ゾーンに入る。今から、今からが。よし、いってらっしゃい。社長。はい。何ですか？ペースがだいぶ。いや、僕はもうスローペースだ。はい、ぼちぼちやろうかな。お兄さん、水分の量が半端ないですけど、そこに引っかかってるんですか？優しい瞳で。森さん黙ってくれて大丈夫。もうちょっとやばいな。止まってますね。よっしゃー、汗やばいっす。よっしゃー。いや、もう限界だったらありますよね、カメラに向かって。本当に無理したらダメだから、誰かカメラに向かって参りましょう。社長社長はギブ。社長はギブです。ギブギブっす。参りました。降参します。ギブ。まだいけそうですか？ちょっと怖いっすね。やばいっていうことはなんすかね。ミスター、大丈夫ですか？俺まだ大丈夫。大丈夫。ギブ。ちょっともう一回大きい声でいいんですか？ギブ。食えません。お腹いっぱいです。何
ということは、大西選手が、あと食べたら並びますよ。結果、どんぶりの数を6杯、森さんは5杯、社長は4杯。どうでしたか今日やってみて、初めて。いや初めてなんですか。超人ですよ、超人超人です。大西さん、いかがでしたか。ミスターは違うな。まあ今日はこういう結果になりました、はい、僕の勝ちでいいんですね。いいです。ありがとうございます。おめでとうございます。まだ今社長でした。ありがとうございました。